ここら辺を見ていただくとよくわかるんですが、こういう感じで、横に延長して、この枝を下に埋めてしまうと。だこういう、取り忘れた実ですね。取り忘れた実が熟してしまうと、結構甘くて美味しいです。これなんか取り忘れの実です。